ゾルキー S ゾルキーはソビエト連邦において1948年から1978年まで生産されたレンジファインダーカメラシリーズの名称である。ただしレンジファインダーを装備しないモデルもある。名称は鋭い視線の位。ゾルキーと表記することもある。ほとんどのモデルは135フィルムを使用し 24-36mm 版。 S.A. ズベールフ記念クラスのゴールスク工場が生産していた。シリーズ初の製品は、フェドのような安価なライカ2のコピーであったが、後にライカと大きく異なる製品へと進化していった。ほとんどのゾルキーを使用する際、シャッター速度はシャッターチャージ後にのみ設定可能であり、シャッターチャージ前にシャッター速度を変更するとカメラにダメージを与える。 これは、すべてのゾルキーに対し特に1、30秒以下のスローシャッター速度で影響が大きく、ゾルキー3とゾルキー4では、これが顕著であった。ライカエルマウント。ユピテル8を装着した、ゾルキー1インダスター50を装着した、ゾルキー 2S ゾルキー4ゾルキー6ゾルキー11。レンズは、テッサー型で、アタッチメントファイ52.5メートル MP イコール0.75。 最短撮影距離1.5メートルのインダスター6345メートル MF2.8 固定。ありがとうございます。